夏と虎は中華民国の軍人。字は霊のえ。古北軍出身の軍人で初期から革命派を支持し、後に国民革命軍の軍人として、北伐や藩省戦争で主に活躍した。夏と虎は幼い頃から極で両力に優れ、学問は好まなかったという。そこで、古高層徳張りのほらが、武将で組織した新軍に加入しようと図り、 1900年、湖北部普通学堂に入学した。卒業後は、湖北新軍第8鎮第30票で師匠に任せられている。新軍では、革命思想の影響を受け、革命派の秘密結社である共進者に加入した。武将記儀に際しては、総督が門攻撃に参加している。中華民国成立後に夏は一時軍人を引退したが、間もなく、河北に向かい、 古北省出身の大道陳述し、高校配下となった。その際に、同郷の長厚志林と友人になり、間もなく、長と共に、古北に戻る。長厚志林は、学軍第一子参謀長に任せられ、夏もその配下の手のひらはたとなった。1917年12月、学軍第一子市,市長の一聖戦が、孫文の古法運動に呼応し、 南方政府派の湖北やスクニ軍第一軍総司令に任ぜられると、夏と虎はその下で、新兵訓練総監に任ぜられている。間もなく、北京政府の湖北特軍を大占い元が派遣してきた、ゴ光カに、石の軍は殲滅されてしまったが、夏は、懸命に敗軍を収集しつつ、竹州まで逃れている。そして新たに擁立した、南方政府派の学軍総司令理書状の下で夏は、 第二帝団団長に任せられた。1920年、李は南方政府派の将軍と協力して、湖南特軍、長高市業を駆逐し、調査を攻略した。この際に夏は、李の推薦で、調査防場指令を務めている。1921年春、湖北特軍を占い元が民政の混乱を招いたことから、李所長、高校、 小作品らが結成した湖北省自治政府による東欧運動が開始される。夏と虎も湖南特軍、超公敵の支援を受けて、湖北省自治軍別動隊指揮官に任ぜられ、7月には、湖北省に進軍した。8月、ついに王下ヤに追い込んだが、北京政府側は新たに、後廃布率いる軍勢を湖北に送り込み、自治軍は、大敗、夏も湖南省に退却した。 1924年、夏は蝶から流陽県など三県を僕として与えられ、ここで自軍の訓練、増強に努めた。北京政府側の古北と督、く、昭南も夏の帰還を望まなかったため、軍事費供与と引き換えに夏は古北に戻らないとの和訳を結んでいる。1926年夏、夏と虎は国民革命軍への加入を宣言し、 学軍第一市市長に任せられて、統制地率いる第八軍指揮下に入った。夏は、調査、武将の攻略や後配布軍の総統に貢献している。12月、学軍第一市が独立第14市に改編されたが、引き続き夏が市長を務め、議長に駐屯した。1927年4月、小解析が、上海クーデターを起こすと、夏はこれに追随し、 5月15日に、議章周辺で大規模な共産党員宿制を観光している。しかしこの行動は依然として要求であった、武漢国民政府を激怒させ、武漢側が派遣してきた要鳥を率いる討伐軍に、夏は敗北、安計に逃れた。この際に夏は省と連絡を取り、新編第10軍軍長に昇進している。同年8月、北京政府側の孫殿法が、 南京郊外のリュータウンへ反抗もくろんだため、夏と虎は急行し、力戦して孫軍を撃退し、さらに助手攻略でも軍港を挙げた。9月、第10軍は第27軍に改組されたが引き続き夏が軍長を務め、さらに助手海員司令も兼任している。翌1928年1月、夏の第27軍は第3 0隊に編入され、 災難攻略に従事したが、災難事件勃発のため撤退、迂回して天津へ進軍した。10月、国民革命軍全体の軍縮に伴い、夏の第27軍は、第13市に縮み編されたが、夏が引き続き市長となっている。1929年3月、小桂戦争が勃発すると、夏と虎は、湖北省東部へ急行して進行制派の小高市。 各軍を撃破、工芸屋に追い込む軍港を挙げている。5月、夏は、湖北省警備指令を兼任した。同年12月、帝州に駐屯していた、東西地と暗気省に駐屯していた、石友さんが、藩省の挙兵を行うと、夏は、第13軍軍長に任せられて、東軍を攻撃し、翌年1月、弘芸屋に追い込んだ。 まもなく夏は武漢警備司令に任ぜられている。翌1930年の中原大戦でも夏は局府や災難など山東省方面の戦線で反将軍と戦った。1931年1月、学予官革命根拠地の皇軍討伐に従事したが、この時は皇軍の反撃のために敗北を喫している。1931年12月、夏と虎は、 中国国民党第四期中央委員に選出された。翌年3月、湖北省政府主席に任せられ、国民革命軍の各職からは退いた。ところが、夏が政務のための補佐機関として、省政設計委員会という組織を創設しようとしたところ、省会席から法的根拠を咎められてしまう。この時の紛糾が原因で、 夏は1933年7月にわずか1年、4ヶ月の在任期間で小政府主席を辞任してしまった。夏と虎は1935年に軍事委員会委員長武漢業営層参議に任ぜられる。1937年7月、河口軍事整理委員会委員に選出された。しかし日中戦争勃発と共に引退し、生徒に隠居している。戦後に、 湖北省に戻り、1948年に立法院立法委員に任せられた。1949年5月、中国人民解放軍により、武漢が攻略されると、夏は香港に逃亡し、先生で生計を立てている。1951年6月23日、香港にて病没。去年67、ありがとうございます。